こんにちは、ぴょんです。石川県のベニヤムカユーさんに宿泊しました。こちらはご飯が大変美味しく、今回2度目の訪問です。カニの時期を狙って予約しました。前半はお部屋を、後半はお料理をご紹介します。すべての客室に露天風呂がついています。今回は洋室で、前回は和室に泊まりました。こちらが洋室です。セミダブルベッドが2台あります。シンプルでコンパクトですね。ここからすぐにシャワーブース、お風呂と続いています。森の空気を感じながら24時間温かい温泉に入れます。皮膚の表面に良いと言われる硫酸塩泉で、炎症の鎮静や潤いを与えてくれる効果があります。ちなみに以前泊まった和室がこちらです。何もしない時間が何よりの贅沢でした。楽しみにしていたご飯の時間です。お料理はアップグレードしてズワイガニ解析をお願いしました。橋立港で水揚げされたタグ付きのブランドガニを様々な仕立てでいただけます。寒いのでまずは温かいお料理からです。そして早速香箱ガニが来ました。ズワイガニとクエと甘エビのお作りです。橋立港で採れた新鮮なズワイガニはカニのお出汁にくぐらせていただきます。びっくりするほど身が甘かったのと、カニのお出汁が飲み干したいくらい美味しかったです。お次は炭火焼きでいただきます。焼くのも身を殻から外すのもすべてやっていただけるので、贅沢にものんびり待つだけでとてもありがたいです。パチパチと音を立てながら香ばしい香りを漂わせています。絶妙な焼き加減で提供していただけます。そして一つ一つ丁寧に身の部分を外してくださいました。炭火焼きはまだまだ続きます。ほぐした身を甲羅に入れてカニ味噌と一緒にいただきます。熱燗との相性が最高でした。のどぐろは油がたっぷり乗っています。合鴨のつみれ鍋も豪華です。締めは香箱ガニと自家製のからすみのご飯です。最初から最後まで何もかもお味がよく最高でした。こちらは朝ごはんも美味しいです。搾りたてのフレッシュジュースと牧場の牛乳から始まります。お味噌汁がカニのお出汁で感動しました。お野菜がたっぷりで栄養のバランスも良いですし、お魚や小鉢などのお味が素晴らしく、お料理のレベルの高さを再確認しました。このチャンネルではイートとトリップを合わせたイートリップをテーマにした動画を投稿しています。美味しいものを食べることを重視した旅の様子をご紹介していますので、グルメも旅行もお好きな方はぜひチャンネル登録をお願いします。動画が良かったらいいねやコメントをいただけますと励みになります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。